はいいつもの部屋ですけれども今回はですねちょっと実験的にですね朝のね散歩の動画ですねそちらを入れながらちょっとラジオ的にね、えー、僕の話をね雑談形式で、えー、聞いていただくという動画にしてみましたはい。 えー、今日はですね、僕がですね、えー、どうしてね、ミニマリストを、ね、目指したかっていうお話をね、知っていきたいと思います。えー、ちなみにね、自己紹介しますとですね、えー、56歳で、えー、独身ですね。えー、僕が長男で、えー、次男がね、統合失調症で現在入院中、えー。三男はですね、まあ3歳ぐらいの知性ですかね、知的障害がありまして、えー、一緒に生活してます。そしてですね、 えー、80歳超えた母親がいますけれども、まあ、ちょっと足腰がねだいぶ弱って、えー、あまり家事がねできないんで僕がですね今現在無職なんで、えー、それでですね家事をやりながら、まあえー、3人で生活してるっていう感じですね、えー、僕の場合はですね、えー、20代はね、えーまあ、大学卒業して、えー、会社員やってまして、えー、そっからですね30代 父親が亡くなった後はですね、えー、フリータータみたたいなことやってましたね、えー、それでまあフリーターやりながらですね海外旅行が興味あったものですからバックパッカー的なね、えー、旅行が好きだったんでまあ要するにあの1か月とか2か月旅行をしてアルバイトをして半年ぐらいするとまた旅行に行くというねそんな感じのね生活をね30代はしてましたね。その頃に、ね、出会った 長、えー、旅行者ですね、えー、1年日本に帰ってないとかひどい人だとねもう本当五5年10年日本に帰ってないっていう人もいましたけどそういう人がね荷物一つでですねもう本当にその中に全部の自分の財産をね、えー、運びながらですね、えー、まあ割と安い宿にで生活してるっていう生活スタイルみたいのにねちょっと憧れたんですね。えー、僕はととえばですね母親と えー、僕でですね、まあ、要するに2人の弟を面倒見るっていう感じの生活を、えー、してたもんですから、まあ、そういう、ね、生活からねもう本当に母親とか弟とかもいなくなっちゃってですね、えー、とにかく自由にねもうそんなにお金持ってなくてもいいから貧乏でもいいから世界中をねこうなんていうかノマドみたいな感じでね、えー、飛び回りたいっていう気持ちが、えー、結構ありました。 それでですね、40代になりまして40代になるとねそろそろフリーターがきつくなってきてですねそっからですねヤフオクのね物販をね販売をするような仕事をやるようになりましてそれでまあ、えー、家のね家族の面倒もね見れるようになってねよかったなみたいな感じで生活してましたねその頃にねノマドとかね高城剛さんなんかがね え割とねあのー、ノマドっぽい生活しててねそれに憧れみたいなのがあ,あったんですね、えー、高城壯さんってどんなか,とかってハイパーメディアクリエイターっていうことで,ですね世界中いろんな興味のある場所にね、えー、こういて生活、えー、しばらく住んだりとか、えー、ちょっとねいろ、えー、んな世界中のねこう最先端のね情報をこう集めてきてですね、えー、日本で講演やったりとかあとは。 まああのインターネットでそれを発信するみたいなそんな生活しててですねあとノマドですねえまあ世界中まあ日本国内でもそうですけども割とまあねあの場所にとらわれずに情報発信なんかをしながら生活していくみたいなそんな生活に憧れてですねえ僕はまあヤフオクで販売してるわけですからえまあ日本からね離れるわけいかない。 ところが、ね、旅,行をしな旅行はしたいということでですねその辺でもうちょっと理想的な生活をね、えー、ノマドみたいな感じでシフトしていければいいなーな,ーって、えー、なんて思ってましたね。えー、そしてですね50代になるとですね、えー、ちょっとね、えー、次男の、えー、統合失調症の調子が悪くなったり してですね、ちょっと仕事がちょっとできなくなってきて割と母親も体力が落ちて徐々に徐々にね家事専業主婦ですね家事の方にシフトしていくようになりましたねそしてですね、えー、弟をなんとか入院させるようなことができてですね1年ぐらい前からですからね「えー、片付けとんとん」というね動画を見ましたね、えー、要するに、えー、お部屋とかですね えー、そういう汚い部屋とか、えー、ゴミ屋敷をねきれいにする、えー、動画ですねそれですごくねガゼン片付けみたたいなことに興味を持ちましたあとはね「就活」なんていう言葉を出始めてですねそれでまあちょっとね「えー、片付けトントン」と「就活を」を、えー、含めてですね、まあ、ちょっと家の中をね掃除したらいいんじゃないかな。 片付けをやったらいいんじゃないかなと思いつきましてそれをですね要するには動画にしていいこうというと感じですね。今年の1月からね YouTube を始めてですね最初はねバイクパッカーで旅行した1か月の旅行をちょっと動画にしたんですけどまあそれが終わった後にですね 片付け動画をもうやろうううとということでもう準備をしてましたねその声にちょうどね地味編さんっていうねミニマリスト YouTuber ーーのね影響でですね片付け動画を結構やったらいいんじゃないかなと思ってそれで片付けの動画を始めました僕の場合はねやっぱりバックパッカーでちょっとノマドをしたいっていう気持ちがですね えー、ここ20年ぐらい、ね、ずっっとあったんですねそこにね5年ぐらい前でしょうか3年ぐらい前でしょうか佐々木文夫さんのね「僕たちも物は必要ない」っていう本が出てそれがまあネットとかテレビでちょっとだけ話題になって、えー、僕の場合はねすごくねあのすごく興味持ちましたね。それでまああとは、えー、その当時、えー、月に10万円で生活できるだとかあとはニーとの人がですね、えー、山でみんなで暮らしたりだとか。 あの山小屋みたいな感じで自分で家を作ってね、えー、月10万円以下で暮らすみたいなそういう情報をねすごくね僕自身もね趣味はね読書とか音楽とかねそんなにお金かからないんですね読書も図書館で済むし、えー、最近は音楽なんかもね、えー、簡単にね、えー、ネットのサービスがありますから。 スポーティファイみたいなねサービスがありますから、えー、月額1,000円ぐらいでね聞き放題っていうのがあったりとかしてですねまあ割とお金かかんない、まあ、強いて言えばね、えー、旅行が趣味なんで旅行がちょっとお金かかるかっていう感じなんだけどもそれもだそれもですね例えばずっと海外に住んでしまえばね、えー、まあ割とそんなに移動にお金がちょっとかかるぐらいで、えー、割とね物価の安いところに移動すれば、えー、そんなにかからないということでですね 僕の場合はね究極的には今家族と一緒に生活してますけれども母親もなんかちょっとまあ、えー、どっか老人ホームに入れてですねちょっとね、えー、弟たちもですね施設に入れて、えー、それでまあちょっとね本当にあのに日本にはね小さな家を、ね、借りるだけにして今の、えー、住んでるね築、えー、45年の、ね、家なんかも引き払っちゃって。 つつましくね月10万円で生活しながらですね年に半分はですね海外で生活するみたいなでまあ収入はですね YouTube だとかあとは先ほど言ったあのヤフオクみたいな販売してもいいしそんな感じで生計立てながらあとはまあ国民年金なんかもね年を取れば年金もらえるわけですからそんな感じでね生活できればなっていう気持ちを えー、目指してますね特にね、えー、月10万円以内で生活するっていう時にね、えー、ミニマリストみたいな生活っていうのはね、えー、すごくね、えー、いい武器になるんじゃないかなってまあ物欲も少ないし、えー、物も少なくて、えー、シンプルに暮らすわけですから、えー、まあ引っ越しもできますしね、えー、日本の中でも例えば えー、家賃をね、えー、払いながらアパートみたいなとこへ住みながらこう割と要するに2年とか3年にいっぺん場所を変えてね例えば、えー、日本の中で一番住みやすい場所を探すとかね自分的にねそういうこともできますしいろんなねこう自由度のあるね、えー、生活っていうのがねミニマリストを目指すもしくはシンプリストでもいいですけれども、えー、物の少ないね生活をすることによって えー、そういう生活もできるんじゃないかなと、えー、考えてますねはい、えー、朝のね散歩の状況にですね、えー、トークをねかぶせて、えー、ちょっとやってみましたねこちらの方がね、えー、面白ければね、えー、これでちょっとこれから雑談形式でね、えー、話をするっていうのもねちょっとやってみたいなと思って。 実験的にやってみました。ということで最後までを、えー、見ていただいた方ありがとうございました、えー、基本一人でした。